してるから強くなったのよ。過去のガンダムの皆様方と同じように。ああ。この動画は、濃いめのガンダムオタクゆずきゆかりと、ライトユーザーのズンダモンがガンダムを解説していく動画なのだ。なるべく、ガンダムに興味がない人にも、興味を持ってもらえるような、そんな動画を目指しているわ。ぜひガンダムを好きになってほしいのだ。今回は、久々の彗星の魔女、そしてキャラクター解説、話題沸騰中のグエル・ゼタークくんよ。いつの間にか画面に映るだけで少し笑っちゃうようになったのだ。愛されキャラになったわね。なったのだ。まあ、劇中では、親からも愛する人からも愛されていないのだけどね。こいつ。というわけで、前半は、1話から6話までの、ふわっと解説。後半からは、グエル君の思いは、本当に恋なのか、なぜのんきにキャンプできてたのかなどなどの考察をしていくわね。さて、まず大前提だけども、グエル君は、主人公のスレッタちゃんが通う学校、パイロット科の3年生よ。スレッタちゃんは2年生だから、年上ということになるわね。スレッタちゃんに関してはいろんな考察で溢れてるのだ。どうなるのかしらね。ただ、これで話題に上がれば、人の目にもついて、Twitter のトレンドにも、ちゃんと上がってくれるみたいだから。みんながいろんな場所で、それぞれの楽しみ方で盛り上がっていれば、遠くにいるガンダム興味ない大勢の人も、少しは興味持ってくれるんじゃないかしら。ふむ。さて、話を戻すわね。で、そのグエル君は、その名の通り、ジェターク家の御曹司なのだけども、そのジェターク家、ジェタークヘビーマーシナリーにとって、グエル君の役割は、ものすごい重要なのよね。ヘビーマーシナリー？ああ、これは、多分、ジェターク重工業って書いた方が、わかりやすい人もいるかしら。三菱重工業みたいなもんなのだ。かもしれないわね。ふむ？で、その三菱、ジェターク重工業での、ものすごい重要な役割、広告塔をやってるのよ。広告塔？何度も何度も自社のモビルスーツを使った決闘を行い勝ち続けることで、ジェターク社のモビルスーツは超優秀ですよ。ってのを頻繁にアピールしまくってくれてるのよね。モビルスーツの宣伝としてこれほど大事なものはないと思うのだ。そうね、他のガンダム作品だと他社のモビルスーツに勝つために、相手の技術盗んできたり、裏取引したり、いろいろ汚いことをやっているけども、グエル君とジェターク社は純粋にモビルスーツとしての性能とパイロットの技量で勝ってるって感じなんじゃないかしら。企業としては立派なのだ。さらには勝ち続けてると企業のグループのトップの娘さんと結婚もできるわけだから、実はグエル君ってすでに1話前の段階から良いとこのお坊ちゃんってよりもバリバリ現場で働いている超優秀な広告担当の社員って意味合いが強かったんじゃないかしら。グエル君はすでに社員実質ってやつかもしれないけどね。まっとうに優秀なモビルスーツを作って、まっとうに優秀なパイロットを用意して、定められたルールを守り、まっとうに決闘に勝利し続け、ルール通り、グループ企業の娘さんと婚約して、からの1話なのよね。ジェターク社のモビルスーツ、負けちゃったのだ。しかも瞬殺だからね。ジェターク社の社員、全員青ざめたんじゃないかしら。世界が注目してる大事な大事な発表会で、トヨタの新車がど田舎の無名の工場の車にボロ負けしたみたいな感じなのだ。一応、スレッタの会社も、グループの末席にいるくらいの企業ではあるから。でも、まあ、大体そんな感じかしらね。それは一大事なのだ。株価も、大変なことになってそうね。最悪の場合、自殺者まで出るのだ。そうね。というわけで、1話でグエル君がやらかしたのって、実はジェターク社として、さらには、ジェターク社の宣伝担当からしたら、ものすごいまずいことなのよね。ふーむ。だからこそ、ジェターク社の社長兼グエル君のお父さんは、焦ったのよ。でも結局ジェターク社のモビルスーツは負けたのだ。これね、結局、お父さんは、結果の人なのよね。というと？息子のグエルが頑張っているかとかそんなんよりも、広報担当の社員グエルの結果だけが大事なのよ。でも、それは、多分社長と部下としてなら、社会人としてなら、とても正しいのよ。結果を出さずに赤字を垂れ流してたら、会社は傾くでしょ？本人たちは、一生懸命やってます。これは俺の戦いだ。とか言い出したら、社長としては、お前ふざけんなってなるんじゃないかしら。でもグエル君は学生なのだ。そうね。でも社長の息子よね。むむむむ。これが生まれの不幸なのかどうかは、まだわからないけど、グエル君は、もう、俺の戦いなんてことは、許されないのよ。彼の肩には、ジェターク社の社員、その家族もろもろの生活が、かかってしまっているわけだしね。ふむ。思い出して、第1話の冒頭の会議のダブスタおじさんのセリフを、結果以外の言葉を私は必要としない。ああ。
中身を見れば改善の余地まだあったけど、お前の会社もう潰れろ。やった人が常時にいるのがジェターク社なのよ。それを間近で見ていたのがクエル君のお父さんなのよ。明日は我が身なのだとなれば、クエル君のやったことは俺を信じてくれとか、そういうセリフは一見するとクエル君とお父さん、つまり家族の関係に見えるけど違うのよね。クエル君のお父さんはそのクエル君の結果だけをあのダブスタおじさんの耳に入れないといけないのよ。あわわわ。クエル君の家庭を仮にお父さんが評価したとしても、その家にいる人がそこを一切見ない人だから、それだと一羽のあの企業のように潰れるのよ。お父さんよく見ると家族と会社の板挟みおじさんだったのだ。だからといってこの態度が許されるかどうかは別の問題だけど、暴力はいけないのだ。それこそ家族の問題だから、クエル君が許すとなればそれで済む問題ではあるしね。お父さんの方から歩み寄れないのだ。言い方を変えるくらいしか無理よ。結果主義やめたら結果しか見ない上司に会社潰されるわ。お父さん想像以上に中間管理職の社長だったのだ。ちなみにこれ余談だけど、最近結果主義に偏りすぎるの良くないみたいなデータが出てるとか聞いたけど、どうなのかしら。どう良くないのだ。いわゆる未来のために頑張る人が評価されず、10年後潰れるかもしれないけど今の業績上がるからそれで良いを選択する人ばかりが評価されて大変なことになるみたいな。むむむ。もちろん未来ばかり見てると今がないがしろになって潰れていくから、結局は両方大事ってことなのだろうけどね。千年先のことを考えて行動する暇人が主人公の作品もあったのだ。そして少なくともこの決闘はバックの強さで決まると、そういうことが許されているわけだから、ルールは破ってないのよ。ルールの上では十分正々堂々戦ってるのよ。クエルという子ではなくジェターク社としてね。でも負けたのだ。負けたよりもさらにまずいわ。御曹司が乱心したわ。無敗のモビルスーツ企業で将来のお嫁さんはブルックトップの令嬢だったのが、ど田舎の会社に二度も負けて、ど田舎の会社の芋娘に寝取られたのだ。お父さんからはそう見えたでしょうね。そこからのグエル君は一度は抑えたけど、もう完全に暴走していたわね。会社よりも自分のやりたいことを優先したのよ。社長の命令を全部無視してね。なんか流れだけ聞いてるとすごい主人公してるのだ。ボーイミーツガールをやってるわね。さてクエル・ジェターク君は3話でいきなり求婚したけど、すでにこの部分はネット掲示板とかで山ほど言われてるわね。お父さんと弟から見放されたと思ったグエル君を真正面から褒めてくれた人なのだ。ただこの後すぐにグエル君はそれを否定して、さらには公衆の面前でお前のことは好きじゃないと言ってるのよね。ツンデレさんなのだ。違うわ。いわゆるツンデレというのは自分本位なのよ。ツンデレさんの言うお前のことなんて好きじゃないは気恥ずかしさとかそっちの感情からつい出てしまう言葉なのだと私は思うのだけど、もちろんクエル君にその感情が全くないとは言わないわ。けどクエル君がスレッタちゃんにああ言ったのは責任感からなんじゃないかしら。責任感。まず4話冒頭でお父さんが通信で言われてたわよね。結果が出なければ今後の融資は縮小させてもらうよ。言われてたのだ。そして3話の冒頭、クエル君とお父さんの会話からの考察だけど、おそらくお父さんはクエル君に対しては息子ではなく会社の跡取りとしての教育をずっとし続けてきたんじゃないかしら。息子ではなく跡取り。一緒に遊びに行くよりも会社の業務を経験させることが優先みたいな感じかしらね。考察だけどね。ふむ。であればクエル君には会社を背負っているという感覚が染みついてるのよ。この辺は多分4話のチュチュのセリフにもかかってるのかなと。なんて言ったのだ。誰の思いも背負ってないやつが邪魔してんじゃねえ。はあ。これはスレッタのことを指してる言葉ではあるのだけど、作品としてはあるいはストーリーとしてはチュチュ本人は微塵も思ってないでしょうけど、クエル君にもかかってる言葉なのかなと。ふむ。なのでクエル君は一見ツンデレに見えるけど、よく見るとその要素は自分本位のものではなくて背負っているものゆえというか、方向としては王子様が敵国のお姫様に惚れちゃったみたいな感じなんじゃないかしら。身を引かざるを得ないというやつなのだ。多分ね。なのでまあ講義の意味ではツンデレの範囲に入ってるかもしれないけど、クエル君のそれは背負っているものへの責任感から来るものだから。ツンデレはツンデレでも責任感型のツンデレなのだ。なのでクエル君が素直になるとかそういう問題の話ではないのよね。立場のせいで引き裂かれた二人なのだ。まあスレッタちゃんからしたらパワハラして暴れ回る横連合が突然求婚してきたのに、後からいきなり悪口言ってきた意味わからない人なのだけどね。ツンデレ系はリアルだと嫌われるだけなのだ。
実際、私たちの評価とは裏腹に、劇中でのグエル君の評価は毎回直角行だしね。2回負けて、禁止されてた決闘を勝手にやってさらに負けて、寮を追い出されたのだ。キャンプしてたわね。グエル君はたくましいのだ。そこも、ちょっと異論あるのよね。のだ？グエル君はね、たくましいんじゃないの。3話でたくましくなったのよ。というと？考えても見て。クエル君が1話で自慢していたものが3つ。ベネリットグループの御曹司で、決闘委員会の筆頭で、現在のホルダー。でも、寮を追い出されたクエル君は、それ全部失ってるのよね。御曹司枠と決闘委員会枠は弟のものになって、現在のホルダーはスレッタちゃんなのだ。本来なら、親の愛情を注がれていない、クエル君という器は、ここでもう空っぽになってるのよ。彼には、もう何もない、空虚なはずなのよ。でも何か元気にキャンプしてたのだ。そりゃそうよ。だって、グエル君という器には、もう、グエル君だけの思いが注がれちゃったからね。というと？恋してるのよ。グエル君は、過去のガンダムの皆様方と同じように。おう。恋してるから強いのよ。恋心があるからやっていけるのよ。だって、5話の彼を見て、父親からの命令よりも、家よりも何よりも、スレッタを泣かせないという感情を優先しちゃうくらいなのよ。今までギチギチに敷き詰めていた筆頭やら御曹司やらというものは恋心で溢れ出ちゃってたのよ。青春してるのだ。でもよく見るとすでに恋ではなくなりつつある気がするわ。こんだけ恋を連呼しておいて。いや、おそらくなのだけど、まだ恋かそっちかで区別ついてないんじゃないかしら。そっちって何なのだ。思うに、それは愛よ。何が違うのだ。これは様々な考え方あると思うのだけど、私がいろいろ見た上でのふわっとした違いを述べるのなら、恋は見返りを求めるけど、愛は見返りを求めないんじゃないかしら。恋は見返り。自分に振り向いてほしいのが恋で、幸せになってほしいのが愛って感じかしら。グエル君はスレッタちゃんに振り向いてほしくないのだ。もちろん振り向いてほしいと思ってるんじゃないかしら。じゃあやっぱり恋なんじゃないのだ。振り向かれてしまったら、会社が傾くかもしれないわ。ああ。なので、恋から愛に変わらざるを得なかった恋、って感じなのかなと。愛に変わらざるを得なかった恋。そこの境目をうろうろしているから、デートと聞いて駆けつけたり、ただ、スレッタのために戦ったりと。グエル君。まあ、まだ6話の考察だからわからないけどね。まだまだ普通にいろいろ外しまくる時期なのだ。というわけで、グエル君考察をまとめると、会社を背負う者としては、グエル君は間違っていて、お父さんが 100% 正しい。なぜなら、ジェターク社は、結界外お水潰れろという、恐ろしいグループに所属しているから、クエル君のお父さんは、1話で、その様子を見ているから。おかしな世界で生きていくためには、そのおかしさに合わさなければならない世知辛さがあるのだ。でも、クエル君は、父と子をやりたかった。結果じゃなくて頑張っている、家庭の姿を見てほしかった。そして、スレッタと出会い、グエル的に、卑怯な手を使った上で、乾杯という結果を出したにもかかわらず、中身を心から褒めてくれた。逃げない人を笑うなとかばってもらった。スレッタちゃんはグエル君の母になってくれるかもしれない人なのだ。でも、それは絶対に叶わぬ恋で、叶えちゃいけない恋で、グエルの思いは愛に変わらざるを得なくて。そして、すべてを失っても、愛と恋が残ったグエル君は無敵だった。いつの世も愛と恋は強いのだ。グエル君は王子様ではなく騎士様。正確に言うと、お姫様の騎士ではなく、魔女の騎士って感じかしら？ロマンチックなのだ。まあ、7話で普通に横連合さんしてくるかもしれないから、あくまでも考察ね。放映中のぶっ飛んだ考察は、モラトリアム的な許しがあるっぽい世の中なのだ。まず若手って、とある漫画のラーメンハゲも言ってたしね。ちなみに、全くの余談だけど、私が今気になってる考察は、まとめサイトあたりで見かけた元ネタハリーポッター説だったりするわ。どのあたりがなのだ？ジェターク寮のシンボルはライオンで、グラスレー寮がヘビ、ペール寮がワシ。ふむ。で、ハリーポッターのグリフィンドールのシンボルはライオンで、レイブンクローがワシ、スリザリンがヘビとあるから。ちょっとかぶってるのだ。であれば、それぞれを当てはめるのなら、グリフィンドールのグエル・ジェタークは、勇気や騎士道精神、大胆さとかを司り、レイブンクローのエラン君が、知性とか知恵、独創性や需要。そして、スリザリンのシャディク・ゼネリが、狡猾、野心、器用、同胞愛。もう一つあった気がするのだ。アナグマ化シンボルのハッフルパフね。これは普通に地球寮じゃないか？とか言われてたわね。献身、忍耐、寛容、忠誠。グエル君は勇気と騎士道の人かもしれないということなのだ。そして、無鉄砲で他者を見下す傲慢さね。ふむ。
まあ元ネタがあるから、この通りになりますってやったら、ただのパクリだから、あくまでも、キャラクターや家の骨組みの一つ程度だとは思うけどね。20年以上昔のガンダムに、トールとかフレーって、名前のキャラクターがいたけど。北欧神話だとトールはめちゃくちゃ強い雷の神なのだ。似ても似つかないわね。北欧神話のフレイはそもそも男なのだ。一応、双子の妹のフレイヤが、性に関するエピソードがあったりするけどね。ふむ。さて、今回の動画はここまでよ。チャンネル登録と高評価もよろしくね。他にも、小説家になろう等のネット小説サイトに、いろいろ投稿してたりもするから応援してもらえると嬉しいわ。それでは、ぜひまた見てね。またねなのだ。